動車メーカーさん、特にそのモータースポーツを担当の部門っていうのは、すごくこのチーム力っていうものを大事にしてくださっていて、で私なんかはレース以外にもテストにも参加させてもらってるんです。例えばスペインのアラゴンっていうところでテストを行いますって言った時にはくっついていったりします。であとはそのルマン24時間本番も行きますし、あと国内のレースであれば、主要サーキット、まあ、そういったところにも、はい、ご一緒させていただくようにしてます。特に熱効率っていうのは、今 40% とか言われてるんですけども、モータースポーツでまずそれを 50% にしようじゃないかっていうことで、そうすると、一般車両にこう投入する前にモータースポーツがその実験台になるわけです。当然そのモータースポーツは勝たなきゃ意味がないわけですから、それに向けて、高品質のものを作っていくっていう、我々はそこの役目を担っています。